それでは YouTube をご覧の皆さん、こんばんは、藤本です。それでは今回もゴルフレッスンの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。飛んでますね。はい、意外から打っても250とか。ああ、今そこ、それぐらいかもしれないですね。ここで昨日230、240いってたんですね。めちゃ良くなってるじゃないですか。あ、やっぱりいいですね。めちゃ良くなってるね。しなりの、はい、このハンドファーストで来た時に、うん、ちょっとここら辺で当たるぐらいの感じで来てるんですね。はいはい、そしたらしなった時にちょうどここら辺で芯を食いやすいかなと思ってるのと、あとグリップですか。グリップをちょっとこういう風に、はい、あ、いいですね。絶対そっちなんです。あ、そうですか。あのフック、まあそれフックグリップって言うけど、ニットをかぶせること、はい、かぶせた方が基本的にクラブって、はい、こう戻りやすくなるし、はい、戻りやすいってことはハンドファーストに当てやすくなるんで、はい、あのそっちの方がいいですね、はい、基本的には強く当たる。あ、そうですか。飛んでますね。はい、今のどれぐらい飛びます。240ぐらいですね。あ、そうですか。もう少しパワーを上げます。いい感じ。 あ、さっきの今245ぐらいだ。あ、そうですか。芯外したかなと思った。これが出るんです。あ、振り振りに行った時ですよね。はい、よいしょ。さっきみたいにあの左にプッシュしてスライスされる時は、はい、基本的にはカーブの体がここでこう止まってしまってるんで、はい、今みたいにもうしっかりこの右半身をフィニッシュまで止めずに回された方がいいですね、はい、ここでインパクトで合わせようとする動きでちょっと入るとやっぱりこう体が止まるけど、クラブはもう来るので、はい、で詰まって行きどころがなくなってもう左にプッシュみたいになるので、はい、思い切ってこのフリスビー投げるようなイメージで、はい、右腕、右腰、右のお尻をしっかりこうフリスビー投げるようなイメージで、はい、一気にフィニッシュまで振ってあげる方がいいですね。はい、はあ、でだんだんタイミングが合ってくると、はい、まっすぐ行くタイミングが合ってくると思うんで、はい、このボールのところがちょっとボールになると止まりやすいですね。ああ、はい、そこまで一気に、はい、右サイドじゃスライスするときはここら辺で終わってる。そうですね、はい、詰まってるのでこちら側をしっかり、はい、振り抜いてあげる。はいはい、そう、うん、ここがゴールになってしまって、はい、グッと来てしまってクラブが速く来ちゃって詰まるのが、こっち側が、はい、回っていけば、はいはい、でしっかり右手はあのフックになってるんで、はい、あの捕まりやすくはなってるので、はい、その動きで辻褄がだんだん合ってくると思うので、あんまりここ合わせようとしてちょっとこう弱々しくなりますね、はい、左にも行きやすくなるまで。はい、ずいぶん前に気づいたんですが、はい、このそのここから動かしたい方向に向けて、はい、はい、振り抜くっていうか、はい、そういうのをちょっとイメージしてやってたことがある。なるほど。それから、まあ、一つまとまるようになって、うんうん、それからまたその握りとかも、はいはいはい、この前から考えてやるようになった。いいと思います。クラブを目標に、はい、あの飛ばしたい方に投げるようなイメージで振ってあげるといいですね。こう、はい、このクラブを、はい、投げてるイメージ、はい、このボールのところに地面に向かって投げつけると体が止まりやすくなるので、はい、その持ってるクラブを目標に、はい、投げるようなイメージ、投げる、はい、そしたら、ね、一気に右半身も曲がっていくと思うんで、はいはい、一気に巻きつくと思いますから、はい、ですよ。さっきのは今のはちょっと手元が、はい、あの体がしっかり回ろうとされてるんですけど、手がちょっとこうボールに対し
果的に言われているので、はい、もう少し腕は尻から下でリラックスする、はいはい、ちょっと伸び上がってますね。あ、そうか、うん、今の良かったですよ。今のめちゃめちゃ良かったです。あー、惜しいですね。今の結構良かったですけどね。はい。今の完璧ですね。あ、はい。クラブがフィニッシュで、はい、背中の方に巻きつくように見えましたね。はい。投げてるような感じです。はい。うん、伸び上がったり、詰まっている時は、ここでもう体の回転が止まっちゃってるので、はい、ボールに対して叩きに行ってる時です。叩きに行き過ぎてる時は、はい、こう、まあ、伸び上がってるから取りしやすい。しやすいです。で、伸び上がるのも、はい、叩きに行く動きが強くなると詰まるんで伸びちゃう。あ、その場所がなくなるので、はい、抜けていく場所がなくなるので、ご自分でこうやって伸びてスペースをまあ無意識に作るんですけど、はい、でも投げようとしたらこうやってだんだん伸びるような感じになってきます。はい。でも叩きに行くと一気にこう伸びちゃうので、一気に伸びてしまうから。伸びるとガッとこう、ダフったり、はい、ストップしたりしやすくなるので。あ、そういうこと。はい。はい。わかりました。回転は伸びてはいくんですけど、はい、ちょっとその辺のイメージが、はい、どこにこうクラブ投げるかによって、はい、変わってくると思います。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ。これ上がってますかね。めっちゃ上がってますかね。ありがとうございます。びっくりしたっす。10年が。